さんこんにちは。本日は内藤証券投資調査部アリが中国株についてお話しさせていただきます。それではまず市場の動きから見ていきたいと思います。本土市場は4月に入ってから狭い幅のレンジの動きが続いております。8日に米国が中国でスーパーコンピューターの開発を手掛ける企業や研究機関をエンティティリストに加え実質上の金融措置を適用したことや、9日に発表された中国本土の3月の物価指数が市場予想を上回り、原材料コストの上昇に伴う企業業績の悪化懸念、並びに金融引き締めに対する懸念などが売り材料として意識されました。また、14日には上海市場全体の売買代金が2712億元と今年最低を記録しています。しかし、上海総合指数で200日移動平均線近辺では買いが入り、19日には上海モーターショーが開催されたことで自動車関連を中心に株価が大きく上昇しました。ただ上海総合指数で3500ポイントに近づくと上値の重たい状況が依然として続いております。結局昨日22日終値時点で上海総合指数は 3465.114 ポイント、前月末に比べ23ポイント高、同 1% 高でした。では次に、ハンセン指数のチャートをご覧ください。香港市場もハンセン指数で2万9000ポイント前後の幅の狭い動きでした。10日に中国政府がアリババグループに対して、独禁法違反で過去最高額の罰金を科すと発表したことで、他のネット関連株への波及を懸念した売りが一時広がりました。しかし、ネット関連大手が14日に法律や規則に従った経営を行う旨の声明を発表すると、見直し買いが入り、下値も硬かったです。一方、21日には、前日、米国市場でダウ平均など主要3指数が揃って続落したことに加え、新興国を中心に新型肺炎の感染再拡大が続いていることから、世界的な景気回復の遅れを警戒した売りが膨らむなど不安定な状況が続いています。結局昨日22日終値時点でハンセン指数は 28,755.34 ポイント、前月末に比べ376ポイント高、同 1% 高でした。次に香港市場の代表的なハイテク株指数であるハンセン株指数のチャートをご覧ください。相場全体の牽引役ともなることが多いだけに見ておきたいと思います。足元ハンセン株指数は3月25日に7944ポイントの年初来安値をつけた後、4月1日に8569ポイントまで反発しました。しかし再度軟調な展開になると、13日には8038ポイントまで下げています。またその後は8000ポイント台前半の高打ちとなっています。国内で政府のネット関連企業に対する規制強化の流れに不透明感が残る上に、米国政府によるハイテク株への規制強化の動きが重しとなっているようです。ハンセン指数など他の指数に比べ戻りが鈍く、本格的な上昇までにはもう少し時間が必要でしょう。次の表、個別銘柄の動きをご覧ください。4月9日終値に比べ、昨日までに大きく動いた銘柄を表にまとめました。上海 A 株50指数構成銘柄では、ドイツビオンテックの新型肺炎用ワクチンの販売を中国本土と香港、マカオ、台湾で手掛ける銘柄コード600196の複製医薬が 13% 高と上昇率トップです。また太陽光発電パネル大手の銘柄コード601012リュウキシリコンや、金融機関向けのソフトウェアや機械の販売を行う銘柄コード600570構成電子なども買われています。逆に下落率トップは医薬品大手の銘柄コード600276洪水医薬でした。会計上の問題で当局から指摘を受けたとの報道が嫌気されたようです。また銘柄コード601166工業銀行や
銘柄コード603986、懲役送信銘柄コード600547、三トン黄金など幅広い銘柄が売られています。一方、反戦指数採用銘柄では銘柄コード02018 AAC テクノロジーズや銘柄コード02382サニーオプティカルなど電子部品メーカーが2桁の上昇となりました。米アップル社の新型製品発売を受け、電子部品の需要が拡大するとの思惑から買われたようです。逆に下落率トップは銘柄コード03690美団でした。ネット関連株に対する規制強化への思惑がマイナス要因となったようです。ただこの期間に下落した銘柄は反戦指数採用銘柄の55銘柄のうち17銘柄にとどまり、下げ率も比較的小幅でした。次に香港経由の本土市場の売買状況をご覧ください。香港経由の売買は足元若干売り越しです。今週19日月曜日には1月8日以来100億元を1月8日以来の100億元を上回る買い越しとなったものの、20日火曜日から昨日22日木曜日まで3日連続の売り越しでした。大幅な売り越しではないため相場全体を動かす要因とはなっていませんが、注意しておく必要はあるでしょう。次に香港市場における本土経由の売買状況をご覧ください。本土市場経由の香港株の売買は反対に買い越しが続いています。4月に入ってから昨日22日までに売り越しとなったのが2日間だったのに対し、買い越しは11日間に上りました。特に足元では先週16日金曜日から昨日22日木曜日まで5日間連続の買い越しです。年初の大幅な買い越しには及ばないものの、一時の売り越し傾向からは変化しており、本土投資家の香港株への投資意欲が回復していると言えるでしょう。次に5月中旬までの経済指標の発表スケジュールをご覧ください。来週末30日に国家統計局による PMI が発表されます。現時点での市場予想は製造業が 51.7、 非製造業で 56.0 と、どちらも前月実績の 51.9 と 56.3 を下回る見通しですが、国内景気の順調な回復を背景に景気判断の分かれ目となる50を上回る見通しです。さらに4月4日の財新マーケットの製造業 PMI、 香港の小売売上高、7日に発表される本土の貿易統計などにも注目しておく必要があるでしょう。また本土市場の労働節の関係で、本土市場は労働節の関係で5月3日から5日まで休場となります。香港も5月1日が労働節の休暇となりますが、同日が土曜日のため香港市場は通常通り行われます。最後に高配当銘柄の表をご覧ください。今回は上海 A 株の銘柄で、20年12月期において高配当を先週16日以降に発表したものを表にまとめました。不動産や石炭などオールドエコノミーに分類されるものが多いですが、高配当に注目した買いが権利付き最終日に向けて入ってくる可能性もあり、注目しておくといいでしょう。また本土上場企業の決算発表は4月末まで続くため、今後も各企業の決算や配当予案の発表には注意していただければと思います。今日は足元の株式市場の動向と5月中旬までの主な予定、16日以降に発表された上海 A 株市場銘柄の高配当のものについて解説いたしました。それではこれで失礼いたします。ありがとうございました。